スペースガンダム V は、1983年7月に、大韓民国で公開された、劇場用ロボットアニメ。監督は、金星元。タイトルに、ガンダムと入ってはいるが、日本のロボットアニメガンダムシリーズとは全く、関係なく、主人公ロボットのデザインは超時空要塞マクロースに、登場する、VF-1J バルキリーに、また同ロボットの登場シーンは、勇者。 ライディーンに告似しているとされる。なお、同作品の DVD ソフトが韓国国内においてリリースされている。1998年に金大中が大統領に就任するまで、韓国国内への日本文化の持ち込みは厳しく規制されており、日本のアニメ制作会社や玩具メーカーなどの正当な権利者であれ、自社の作品やグッズを直接持ち込むことはできなかった。 そのような時期、韓国の玩具メーカーである、ポパイ科学が、タカトクトイスから販売されていた、VF-1J バルキリーの玩具をコピー製造し、その反則により、道ロボットを主人公にした韓国国内向けのアニメーションが制作されることになった。ポパイ科学は、タカトクトイスから販売されていた各スケールのバルキリーの玩具をコピー製造しており、本項目は1。 55スケールについてのみ解説する。ポパイ科学は、韓国国内での販売のほか、海外に向けても、バルキリーのコピー玩具を輸出しており、その際には社名を、クローバートイズインク、USA や、ジュン s に変更している。韓国国内向けは、パッケージや、付属説明書に、ハングルが使われているが、海外向けはすべて英語表記に変更されている。 パッケージデザインは、タカトクトイスのものと告示しており、商品名の表記は、スペースガンデム、スペースファイター、マクロスと3つのバリエーションがある。マクロス表記のものが一番多く出回っており、90年代後半まで生産されていた。海外のマクロスガングファンの間では、ジューニエス・バルキュリーなどと呼称され、そこそこ名の知れたコピー品になっている。 1992年に韓国のテレビ放送局である SBS でロボテックを編集したものが放送された際には出撃ロボテックという商品名で新たにパッケージングされたものも韓国国内で販売された。こちらも半券元のハーモニーゴールド USA の許可は得ていないためかパッケージの英語表記はロバテックやロバテックになっており あえて正式名称のロボテックから外しているようである。カラーバリエーションがあり、グレー、レッド、ブルー、グリーン、ホワイトなど、製造時期によってはこれらのカラーをバラバラに組み合わせたものも存在する。ただ、スペースファイター表記のものはグレーのみであり、スペースガンデム表記のものも80年代までグレーのみ製造されていたが、それ以降は、 蒸気のカラーバリエーションが追加されている。出来については、タカトクトイス製のものと比べ、各部品のゲート処理が甘く、稼働に問題が出ているものがほとんどであり、特に製造後期になるにつれ、組み立ての品質が下がっている。また、部品自体もタカトクトイス製の完成品を分解し、そこから複製して型を作り起こしているようで、微妙に収縮や歪みがあり、 精度が多少落ちている。その他、タカトクトイス製では金属だった脚部などの部品が一部プラスチックに置き換えられており、コストが削減されている。本製品に関して、アメリカでロボテックが放送された際、タカトクトイスが倒産していたために、海外向けに、玩具の製造、輸出ができなかった、日本のアニメ会社が代わりにコピーを製造していた。 ポッパイ科学に正式にライセンスを与え、製造、輸出を委託したポッパイ科学が日本で売られていたバルキリーのプラモデルを参考に独自開発した。倒産寸前だった高トクトイスから金型を安く買って作られたと、多様な噂が新聞やネットニュースを通じて韓国国内で広まっているものの、情報元は韓国のネイバーブログの個人記事と、 そこから派生した憶測であり、どれも整合性のない内容で確証はなく、韓国国内でも事情に詳しい人は疑問視している。なお公式には、タカトクトイスの倒産後、バルキリー1-55スケールの金型は、製造を担当していた松代が管理し、権利の問題で、スペースファイターという商品名に変更した。 同製品を短期間だけイギリス向けに輸出販売している。メインの取引先であった高カト,クトイスが亡くなったために、その後すぐに松代も倒産したものの、バンダイの参加に入り再建され、その際に金型の権利もバンダイが獲得した。そして、バンダイは1984年からハイメタルというブランドシリーズを立ち上げ、そのラインナップとして、 バルキリー1-55スケールは再生産されることになる。同年にアメリカの玩具メーカーであるハズブロがトランスフォーマーシリーズをアメリカ国内で展開し変形玩具のラインナップが必要だったハズブロはバンダイに玩具の製造を委託している。その際にハズブロはバルキリー1-55スケールの VF-1 S, S モデルのカラーリングと機種の一部を変更したものをジェットファイヤーという商品名にしトランスフォーマーとしてアメリカ国内で販売したこのようにタカトクトイス倒産後も番イによって玩具の製造は正常に行われておりロボテック放送時の1985年時点で噂のような製造不能の事態に陥った事実はないそして当時は ロボテックに関するガングは、アメリカの配給会社である、ハーモニーゴールド USA の権利の下、現地のガングメーカーであるマッチボックスが販売を担当しており、その際に、タカトクトイスから引き継ぎ、バンダイが製造した、マクロスのガングもいくつか、アメリカに輸入され、マッチボックスを介して、ロボテック商品として販売されているが、前述の通り1、55スケールのガングは先に、 はずブロがバンダイと販売契約を結びトランスフォーマーとして販売していたため、マッチボックスから販売することはできず、当時のロボテック商品のラインナップには元から入っていない。以上のことより噂はデマであると推測される。元より70年代から90年代にかけての韓国では日本製キャラクター玩具の無反剣コピー品が横行しており、本製品も 単純にその一つであると考えられる。超時空用塞マクロスに登場する VF-1J バルキリーは純粋な兵器、いわゆるリアルロボットとして描かれているが、スペースガンダム V は神秘的な力を持つスーパーロボットとして描かれている。また、敵型キャラクターとして巨大化したネズミや羽を持った悪魔などが登場する。ありがとうございます。